今日は5月24日、今、午前11時20分ぐらいになりますね。はい、ようやくここの田植えが午前中で終わりそうです。私は7時20分から、嫁さんがその1時間後ぐらいに手伝いに来てくれました。私一人ではちょっと午前中じゃ終わらなかったようですね。はい。ここで、我が家の田植えも終了ですので、さなぶりですね。はい。田植えの終わったお祝いをしなきゃいけません。今日の焼酎はなおさら美味しい だろうと思います。はい。あ、それと安倍がんですね。安倍晋三が辞めるということを発表したらしいですね。はい、ようやく辞めます。はい。でも安倍がんがデタラメなことずっとやってたんで、これの立て直しは大変ですよね。で、まだまだ 1% の手先がいっぱいいますので、今朝の新聞にもレムデシビルの効果が、治療期間が短縮するのどうのこうのって書いてありましたね。嘘ばっかし書いて、レムデシベルの作ってる会社ですね、ギリアードサイエンシスだったかな、がちゃんと、有効性は確認されてないって出してるんですよね。アメリカは訴訟社会ですので前もってそういうの出してこないと裁判でいろいろやられますので、はい、そういうのをそういう薬を効きもしない薬を特例承認したわけですよね。まあそういうことでいろいろデタラメばっかりやってくれてます。はい。ラウンドアップですね。ラウンドアップも日本では全然報道しませんけど、アメリカではもう訴訟で結構な損害賠償を請求されてるんですよね。まあ会社はもう反撃してるみたいですけど、で、アメリカでもヨーロッパでも売れなくなって日本で在庫処分じゃないけどじゃんじゃん売ってるわけですね。はい。そういうのは一切日本では報道しないと。はい。そういう社会だということをちゃんと私たちは知っておく必要があります。まあそういうことで、とにかく、まあ、今日午前中で終わりそうだということで撮影してみました。はい。もいました、ヘビ。はい、うちの嫁さんが見つけました。はい、ヘビにクモにいろいろいっぱいいます。はい、はい、行きました、行きました。こいつはマムシじゃないからいいですけどね。ちょっとマムシはいろいろ害があるんで、見つけたらちょっと殺す、かわいそうですけど殺すことにしてますけど。はい、はい、ここの中にもなんかエビみたいな、小さなエビみたいなのが、ほらほらほら。はい、農薬をやらないと。やっぱり除草剤やった田んぼなんかは見るとやっぱり何にもいませんもんね。はい、生き物があんまり。何時間前やった田んぼを見てみると、はい、いっぱいなんでます。いっぱいいます。カエルも、オタマジャクシも。そういえばカエルの卵がいっぱいありましたね。はい、はい、そういうことで。